こんばんは、青春通りの五十嵐です。今回はタイトルにもあるように、私んちはどんな人が経営してるのかって話ですが、うちがよく動画内で話しているいわゆるマスター親方なんて呼ばれてるお店の一番偉い人の話です。おそらく皆さんや世間のイメージやったら、マスターはとか反射的な怖い人がしてるイメージがあると思うけど、ところがどっこい。まず新しくお店を始めるにあたって、警察に届け出許可が必要なので、そっち系の人はまず許可が下りないので、そういう方は経営ができないんです。また過去に前科や犯罪歴がある方も許可が出ないので、その辺結構厳しいです。今となっては数年前から新規経営の許可は下りないそうですけどね。なので皆さんが想像しているような怖い系の人は経営してなくて、見た目は普通のおじさんとか結構年配の方、先代から経営してる2代目の息子さんが経営しているっていうパターンが多いみたいです。元女の子が引退してから貯めたお金を資金にして、それでお店を経営される方もいてて、女性の経営者のことをママって呼び方をしています。だから経営したいという方は新規での許可が下りないので、他の方から譲ってもらうか、共同経営っていう形で警察に届け出を出す方、出す方法で始めるそうです。なのでもともと普通のお昼の仕事しててとか、別の業種のお店をしてたなんて方が経営してるみたいです。開業資金も結構かかるみたいで、まあ高級会社買えるぐらいは余裕でかかるみたいです。やっぱり家賃が結構高いのと、光熱費も冬場は高いみたいですし、女の子の前に置くヒーターとか電気代も結構かかります。女の子を強い光で当てる複数のライトとかエアコンなどですね。またこの仕事は当たり前やけど、女の子が いてないと全く成り立たんから、最近ではこの間も動画に出したけど、ネットの求人広告費が結構かかります。これ広告費出したからって言って必ず採用の女の子から連絡来るわけじゃないし、一人も連絡なくても毎月広告費はかかるから、ちょっとした賭けみたいな感じかもしれませんね。なので女の子集めや女の子いかに続けさせるってことが非常に重要になってきます。一番大変なことかもしれませんね。というわけで今回は、私はどんな人が経営してるかと経営に関するお話をしました。最近やと宅配系のお店なんかは新規参入する方が多いですし、そっちの方がハードルは低いみたいですね。ではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録と通知のベルマークのオンお願いします。また上がってって。